プライベートリッスン、プレゼンテッドバイ、キャンプソロ、えー。11個目になりますね。11個目のエピソードです。えーまあ、このプライベートリッスンは、ね、えーまあ、このリッスンの文字起こし機能を使って、まあ、私の頭にな中にあるいろいろ試行錯誤中のものをまあ話してで、それを AI に文字起こししてもらうというね。まあ、そういうい ことで、えー、やってるのが、まあ、一番の主たる目的で,でただそれもね、えー、まあ一人レコーディングのソフトにアプリにね、えー、声を入れて別の文字起こしソフト使って文字起こししてって、まあ、そういう孤独な作業をやってもいいんですがそれだとちょっと張り合いもないというかつまらないというかねでしかもそこで。 えー、まあ試行錯誤中のものをこうさらけ出すということもね何か意味があるのかなっていうことで、まあ、やってる番組ですまあなんだかんだ11回目になりました結構難しい話をしてるんですけどねで、えー、まあ自然言語を生み出す AI が出てきたというでその仕組みは人間の脳の仕組みと非常に似てきたというもちろん違いもあるんですけど似てきたと。 でそのことでむしろ人間の脳の脳仕組みも解明さされてきたというね。えー、さらに言うと人間が言語を生み出す仕組みつまりなんで人が言語を喋れるのかってまだ謎に包まれてる部分あるんですよねその仕組み自体はねなので、まあ、そんな話もこれまで、えー、ソシュールとかチョムスキーなんて人の名前も出しながらね話をしてきた。 わけですで最近の成果としては言語の構造という中高新書から出たねこれがまあ今一番これからのスタンダードのベースになっていくんじゃないかと思うんですがただそこでは機械学習のこととかはそんなに詳しく触れられてないんですよね。でそれで少し機械学習のこともいわゆる AI ですね AI の,そのコンピューー がなぜ自然言語を生み出せるようになったかで自然言語だけじゃなくて画像生成とかね、えー、いろんなことはできるようになったんだけどその仕組みについて、えー、理解することが実は我々のホモ・サピエンスの脳の仕組みを理解することにもつながるんだっていうことなんですね。でなんでこんなことこだわってるかっていうと、まあ、これ一応社会科学というカテゴリーに入れたんですがやっぱり社会科学もそうですし自然科学もそうなんですが。 で自然科学と社会科学はちょっと方法違うんですけども特に社会科学の場合にやっぱり言語言葉ですよね、えー、言葉で表現するわけで社会科学はなぜかなぜか言語で表現するわけですよねでここに実はいろんなこう社会科学の方法をめぐる問題あるいは困難あるいは混乱があるというふうにまあ私は思っていてなので人間の脳の構造そして機械学習の えー、脳の構造、えー、ですね深層学習とか含めた機械学習のこういわゆる人工知能の脳ですよねの構造を知ることがやっぱり言語の謎にも迫れるし言語行為あるいは言語的な生成物とは何なのかっていうことを解明することにもつながると。で社会科学っていうのは言語的な生成物に他ならないわけですからそこで社会科学っていうものも 改まあそんな話でこんな話をしてるんですがで今日はですねちょっと、まあ、まあある程度のとこまで議論が来てるのでちょっとまあ緩和休大というか少しまあ休憩も必要だということなので睡眠ですねスリーピングですねスリープ寝る眠るとで脳は眠るんですね、えー、脳は眠る。 で結構な眠りを必要とすす。るんで,すでなぜ脳が眠りを必要とするのかっていうこともいろいろ解明されてはきてるんですけれどもじゃあ寝てる時に何をしてんのかっていうのはまだまだね実は謎に包まれてる部分があって今まだ研究途中途上なんですよね。えー、まあ昔睡眠学習なんてもありましたけど睡眠中に学習してんですよね実際。でも何をどう学習してんのかはまだまだ解明途上。 なんでです実はねでちょうどたまたま少し脳科学の勉強もしようと思って本を買ったんですね。で昨日届いたの。でこれは理化学研究所というところの脳科学総合研究センターが出した本でで脳科学について分かりやすい本ってその後まだあんまり出てないんですよねこれから出ると思うんですけども。 これは19、うん、違う2016年に出たブルーバックスですね「つながる脳科学心の仕組みに迫る脳研究の最前線」でいろんなこと書いてあるんですが当時の脳科学の最先端が、まあ、一応表現されてるところがその後この数年でさらに脳科学は進化してるのでその辺はまだこうちょっと書籍としてはちょっと見当たらなかったので、まあ、論文とかあるんでしょうけどね。 で、この2016年の本では睡眠については本当に2ページぐらいしか書いてないでノンレム睡眠とレム睡眠これよく知ってますよねノンレムっていうのは夢を見ない睡眠深い熟睡ですよねでレム睡眠っていうのはちょっと覚醒している状態で夢を見る状態でこの時やっぱり脳のことを調べると動きが違うとでノンレム睡眠夢を見ない時は 過去を振り返ったり未来を予定していたりっていう時の脳の動きと同じなんだってでレム睡眠夢を見る時はむしろ歩いてる時と同じ脳の動きをするというねこれもなかなか興味深いわけですでそんな形で脳は寝ながらもリプレイして学習してんですねでその時に何をやってんのかっていうと記憶を整理してると。 ねえー、ただこういうふうに書いてあるこの本には80ページ「睡眠時におけるリプレイは記憶の整理に何か機能しているのでしょうが今のところ研究の途上です」「どのように怖い夢や楽しい夢が記憶を整理しているのかノンレム睡眠とレム睡眠におけるリプレイに違いがあるのか今後面白いことが明らかになるかもしれません」ということでそれから「 この本出てから7年ぐらい経ってますのでいろいろ明らかになってきたこともあると。で私脳科学の専門家じゃないのでそんな詳しいことは分かんないんですけども一応ホームページでね多少、えー、引っかかった検索に引っかかったもので気になったものとして1つは厚生労働省の eHealthNet っていう情報提供のページがあるんですがそこに眠りのメカニズムっていうのがありました。でこれは、 いつ書かれたものかちょっと分かんないんですけれどもまあいわゆるレム睡眠ノンレム睡眠についてね、えー、理解する上の基礎知識としてちょっとリンクを貼っときます、えー、リッスンのページにね貼っときますでそれから少し新しくなってこれ2021年に、えー、国立研究開発法人日本医療研究開発機構となりまして えー、ここで、えー、その研究成果の報告で睡眠中の脳のリフレッシュ機構を解明と筑波大と京都大の研究者が、えー、ちょっとやった哺乳類の睡眠ノンレム睡眠とレム睡眠どういうふうにこう違いがあるのかでこれはただねホルモンとか血流 の分析をしてるんですよねで。それで動き方を見てるというやつなんですがこれもちょっとリンク貼っとこうかなと思うんですね。でもう一つこれが今一番新しいような気がするんですが他にもあるのかもしれませんがこれは2023年ですね、はい。だから今年だ今年のいつだどこに書いてあったかな今年の1月12日に理化学研究所。 先ほどののつながる脳科学の本を出したところですね、えー、そこの、えー、研究です「睡眠中の脳の学習理論、ね」伝達情報量最大化で神経回路の変化記憶の定着を説明するということで睡眠中に脳はどう学習しているのかこれを情報最大化という概念で統一的に説明できるだろうという理論を 打ち出したんですね情報量最大化これは脳の中でのの話です脳の中です脳中シナプスがつながるつながり方をんだろういろいろこう動くそうですね、えー、つながり直すと言っちゃっていいのかなでそれはどういうふうに動いてるかっていうと情報量を最大化するという動き方をしてんじゃないかという。 そういうい話なんですねで。これは結構いい線いってんじゃないかなって彼素人なりに思うわけです。つまり脳は寝ている間にその,その脳の中のシナプスのやり取りで情報をお互いに情報のやり取りを一番いい形で最大化する形でこう、えー、神経がこう。 っていう動い,、ね、い,いてつながり直してるみたいなイメージですね私の中で合ってるかどうか分かりませんがまああのー、こういうの詳しい方はホームページのリンク貼っときますので是非見ていただきたいんですが、まあ、そんな話になってるわけですよね。でなんでこんな睡眠の話してるかっていうと結局寝てる間に記憶を塗り直すんです我々はね。うんでその時に脳細胞も変化してる。 わけですねでそこでだから記憶を定着させたりもう一回忘れる、ね、記憶ってのは捨てられていくんです実はねで定着するものもあるんですでいらないものは忘れていくんですこれがだから情報量最大化ってことと関わってると僕は思うんですけどもで,、えー、でしかも過去の記憶を塗り直すすんですねだから僕よくやるのはその一晩は最低寝るとしっかりとね そうすると脳が勝手に情報を整理してくれるといううんことがあるような気がしてるんですが感覚的にねでそ,それをちょっとこう、えー、裏付けるようなこう仮説なのでちょっと興味深いでこれをシナプス可塑性仮想っていうのは、えー、作り直すっていう意味のね可塑、えー、性なんですけどシナプス可塑性って、つまり神経回路が変化するそうなんですよね、えー、これは結構、 いいっいってるぞとと面白いんじゃないかなか勝手に思っててまあしばらくはちょっとこのシナプス可塑性情報量最大化仮説でちょっと語っていこうかななんてね考えていこうかななんて私自身は思ってるわけですけどもまあこれもページ貼っとくんで、まあ、ぜひねこういう分野詳しい方いたら教えてくださいぜひね私社会科学者なのでこういうのは結構苦手なんですただ脳科学神経科学をベースにしない社会科学は もうほとんど意味がなくなってるとも思ってるんで、まあ、こんな話をまあしてるわけですね白隣にね、まあ、そんなことで,でとにかく寝ないと脳は役に立たなくなっていくわけでこれ実はあのアルツハイマーとか地方とも関係するとしっかりとノンレム睡眠レム睡眠を取らないと、えー、脳が何だろうね、えー、だんだんボケていっちゃうというね シナプス仮想性が弱まってくるっていうかうんシナパス、シナプスの再構成があ作り直しがあの衰えていくっていうねそういう話にどうもなってるで,でどういうふうに加速化するかっていうと情報量を最大化するっていうね効率的に脳が動くようにするとでそれは過去の記憶と将来予測ですよね過去の記憶と将来予測あるいは世界の予測の能力がそれによって高まるわけです。 でそこが衰えてくるとそういう世界認識とか予測力とかね将来予測とかある記憶力とかもう全部こう衰えてくてまあそんな話のようですねどうもねまあそんなことで皆さん寝ましょうと <laughs> あの四六時中えー、ね四六時中ポッドキャストを聞いたり四六時中ポッドキャストの編集したりをせずに。 四六時中う他のことをやらずにね音声ライブとか聞いていずにちゃんと寝ましょうと寝ないとダメだよっていうのが今日の <laughs> よくわからない結論ですけどもまあそんなことで睡眠はとても大事だという、ね、ことですね脳の活性化にとってもとても大事だというまあある意味当たり前の結論なんですがそのメカニズムが改善あの解明されつつあるととても僕自身は興味深い。 でそこでちょっと疑問はね、AI は寝、ね、ないのかっていうね、AI は寝、ね、ないのかっていう、<laughs> うん、これはもうちょっと気になるんですけどね、まあ、そんなことで、ではまた。